こんにちは、ブルーオースです。ということで前回はもう冒頭2分がクライマックスっていうところだったんですけど、今回はですね、最後クライマックスに持っていけるように、今のうちにですね、チャンネル登録ボタンと期待を込めてグッドボタンを押していただけたら幸いでございます。ね、前回すげえ中途半端なところで終わっちゃったからね、まあさっさとね、ここら辺であのトレーナーというトレーナーをぶち殺して最後のバッジを手に入れていくっていうところからやっていこうかなと思います。威嚇されたら威嚇し返す、倍返しだ、攻撃力ガクッと、なんだ、メロメロな匂いっていう、そうですか。じゃあとりあえず、でもこいつに一発で倒せないからね、なんかなんか強いんですよね、ギャラドスって。やっぱり全体のステータスが高いっていうかさ、渦潮をくるくる上がっていきます。あれ渦潮って、そっか、あれか、あ、違う、渦潮じゃないわ、潮水か。もうね、いろんな技が出てくるとおじさんもう分かんなくなっちゃうんですよ。誰が年寄りじゃ。誰もそんなこと言ってないしね、あの被害妄想、あのおびただしい激しいっていうところなんで、はい、戻っていって、ズンズンと、はい、ウルタチンが勃起しております。ギャロス、ギャロスが出てくる方もドンドンバッチだよね。その磁石をつけてるおかげで威力も上がってってるからね。まあもう容赦なく遠慮なくどん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 ボッコボコにしばき上げていきましょうよ。いや、前回はなんかね、あのお話をしてて、なんだっけ、お墓参りの話だな、家電をねどうやって値切るかみたいな話とかもしてたけどね。うん、あの今年は全然あの何もない、もう何もないっすよ。はい、特に小ネタもなく、もう粛々と粛々とあのゲーム実況を進めていくしかないかなということですね。はい、モンキーのレベルも上がって、どうもごちそうさまでございます。ティップ王だから、まあフルダチンのハッピーカッターでもボコボコにしましょうかね。あのもうぜ、まあちょっと前からだけどさ、あのさ、 iPhone 使ってるんですよ。 iPhone 使っててさ、あのなんか、あのなんだなんだっけ、あのサファリか。サファリのさ、あの、プライベートモードってやつさ、もうその、いかがわしいことをさ、に使ってる人とかにからしたらさ、すごいありがたい機能なのかもしれないけどさ、もう別に嫁さんに普通に携帯どうぞって言って渡すようなタイプだからさ、まあ、AV とか見たりするときはあるけどさ、なんか、ね、シンプルにさ、プライベートモードの方になんか知らない間にスライドしてふにゅってなってるのが、うっせーって思ったりする。で、めっちゃピカチュー。ひゃ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 。ああ、なんかあの、ピカチュウのぬいぐるみを剥ぎ落としたら、なんか、あの、見た目がいやらしい、ワーオっていうのが見えるかなと思ったけど、夢を見たのか。はい、俺のと、いや、そうですか。夢は夢のままで終わるんですよ。夢で終わらせない。あれ？おじさんは何も僕と喋ってくれないの？寂しい。ということで、クライマックスに持っていくためにはね、ちゃちゃちゃん。あのちゃんとね、ジムリーダーをね、フルパックにするところがいたら、今日はノータイムでも行くってところかな。あ、で、ダビデの大きいチンコ。ここは何もないです。オッケー。ここもなんかトリトドンとか出てくるのに、なんかレベル30とかで、前回ね、ペラップ、ペラッパ、ペラッピー、ペラッポ、ピーパッパッパラッポみたいな。違う！おわー、これあれだ！両方とも内側向いた瞬間にダブルバトルをするべきところなんだ。こいつキャンメだっけ？違うな。カイリキーか。じゃあ、たま、全然違った。もう予想外です。予想外のポケモン出てきちゃいました。すいません。もう全くあれだね。もう、覚えてないって感じするな。ああ、じゃあ、チュッチュでも来るか。タパンタだったらなんか2回くらい消えそうなあれかな。じゃ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 エアスラッシュ。もう一回チューするか。もう一回チューチューする力やで。まあちょうど半分か。いいね。あれかな、満タインだっけ、またいんだっけ、おまただっけ。進化するのかな、このなんか再度ポケモンチェンジじゃなくて、なんか戦うってなった時には。ああ、いいね、いいね、いいね。じわじわ、じわじわいってます。はい、でも、そっか。よくよく考えて、あれだな、ガブリアスさ、ステータスめちゃくちゃいいけどさ、あれだよね、地面タイプで被るのか、微妙だな、どうしようかな。
そうなったら今バランスがいいっちゃいいもんな。でもさ、この鉄砲をちょうだい。あいつ、あの、なんだよ、さっきの、もう下手くそ、トークが下手くそ、操作も下手くそ、やっちまっただ、オラはやっちまっただ、エゴくん行っちまっただ、ピヨピヨ、あの天使の輪っかの代わりにヒヨコッチをあげるっち。さあ、ふわ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 浮いてちょうだい、いいですね。しかも、だいぶえぐれたな。5分の1くらいえぐったんじゃないか。違えた、間違えた。あの、相変わらずのあの、プロコンがさ、ちゃんとスイッチの方に向けて使ってあげないと、なんか、いじけるのかさ、もう、あんたの言うことなんか聞いてやんないもん、つって、あ、虫が飛んでる、ペチ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 。虫。虫は虫、うへぇ、ウケにしがみつきやがってって。おい。お小遣いないのか、あれか、それともあれか、海パンに仕込んでたお金がどん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 あのチンコの横からスル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 抜けてってしまったってことなのかな。たくましい勇士ティンバスミロカロスになってるかな。パー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 、鈍感で敏感です。マジカルシャイン、そうするとなくなりそうだな。全然画面見てなかった。どうしよう。まあ二頭筋でいくか。たまには。ビク。ミスタイプがね、ミス地面。ね、草タイプにはボコボコに弱いんだけど、あ、ギリギリ初めてなんだ。イビミス。なにー、お前、まさかの、しかも原始の力。いやー、痛い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 。仕方ない。じゃあ、じゃれつくのが良かったかな。ありゃー、うお、つえー。しかも相手特攻が上がってて、あ、でもそっか、特防じゃないからいいのか。そうなんです、私脂肪が厚いんでございます。対して食らいません。じゃあまあ 100% だからこれの方がいいよね。100120だからさ、どうなんだろう、防御が減るくらいだったら、なんかじゃあ体力削られるくらいだったらなんかこっちやっててもいいのかなと。じゃじゃじゃん、ドンパッチの成長が止まりません。ゴーリキーはもうアルギリーでいくですよ。なんか最近腹痛とさ、なんか気持ち悪さが止まんなくて病院行った方がいいのかなと思うけどさ、こういう現象でさ、まあお腹痛だったらなんか内科でもいいのかもしれないけど、なんか気持ち悪いっていうのをさ、こうなんかどこにこうやり場を持ってっていうのかわかんないっていうのはね、ちょっと今辛いですよね。なんかずっと気持ち悪い現象に関してなんかこう詳しい方がぜひコメントをしてくれると嬉しいんだけど、次困るなーって思ってるかもしれないけどさ、ドボーン。あ、よく考えてさ、レベル50とかでさ、まだ攻撃力70何ぼとかって、倍にしたら150とかでしょ？つくね？ってことで言うなら、ありゃ、二方電気バリバリ。最近退屈してるらしいな。ほう。波風港みたいな、かっこー！ボンバヘッ！鼻毛真剣奥義が来た。君のポケモン強すら、おっと軸紹介、オーバー。そうだな、君ならできるかもな。この街のジムリーダー強い、久しく手強い挑戦者が来ないから、ポケモンジムの改造ばかりして、あげくに停電だからなんかたくさんやがら、停電の理由はこいつだったのか。こいつてか、その、あいつだったのか、デンジだったっけ、デンジ戦隊、メガレンジャーだったんですね。じゃあ、ちょっとあれだね、鉄拳の制裁をぶちかばしていかなきゃいけない。ということで、まずはマックスにして、どうしよっかな。最初誰がいい？意外と地面タイプじゃない、電気タイプに強いポケモンいないんだよな。せいぜいあいつくらいだよな、土台とする。でもな、地震しかないからね、言うても。まあ、シンプルにやっていくか。ちょっと待ってね。なんかこれリボンもらえるんだっけ？あれ？ありがとう！頑張るリボン！頑張るんば。やったけ。ちゃっちゃ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 、これでますます触らないとあれだね、懐いちゃうね。まあいいことなんだけど。
素敵なリボン。今リボン、まあ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 いいか。そうか、素敵なリボンをたくさん持っとかないとあれか。おお、珍しい。ガキ誰とも付き合わず。ほらなんかさ、全ポケモン、あれ全ポケモンじゃねえ、なんか全キャラクターさ、なんか座ることができない立ちっぱの人がいるだけど、あのおばあさんずっと座ってたね。はい、ってなるよと。ああいいよ。明日からかい。今俺の話を聞けー。ガビゴン、え、本当はポケモンじゃないのか。雷の石、ピカチュウピカピカ登ってロッククライム、ロッククライム略してロック、ロックンワール。ここなんかあんまり意味がなかった気もするんですけど、どうだっけ。おじさんおじさん、あ、ポケッチポケッチいいよね。いろんな性格ぜひ見せてよ。え、あ、なんかくれました、ありがとうございます。無邪気な性格を見てみたいんですね。あ、そっか、あ、ごめんね。無邪気、あ、ちょ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 、なんかいけない。そう、無邪気なポケモンはいないけど、あの無邪気なゲーム実況者だったらここにいるよ。無邪無邪キッキー、無邪キッキー。ここら辺はあれだな、もう先にジムリーダーをボッコボコにしよう。クライマックスをお見せしますとか言って、クライマックス見せに行けてないからね。ジムリ、あれあれ、ジムどこ、ジムジムリジムジムリ、いた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 、なんだ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 、あ、いな、あ、帰ってきてねえって、落ちか。今日あいつまだか、お前なんで開けっぱなししてんだよ。そしてなぜ俺は自転車を降ろされているんだ、なぜなぜ。そしてあそこにいるみかんちゃんは可愛いよ。うん、あのワンピースみたいなのをこうパッてやったら、もうあの可愛いチッパイが出てくるから。よし、多分ここにいんだな。あ、勝手に登っていきます。これあれじゃん、あの ルーズベルトじゃなくて、なんかあったよね、あのハウステンボスに、あのなんかあのな三十何メートルのタワーがあるんですよ。ポケモントレーナー渚チーム挑戦者、決めた、君が弱ければ俺はポケモンリーグで戦わせてもらうでしょう。ポケモンジムの改造は終わったし、何よりポケモントレーナーとしびれる勝負を望むから、新大地方最強のジムリーダーとしてですよ、存分に狂わせてもらうよ。お前誰やねん、名乗れやデンジー。よー、めっちゃ名前知ってたわ。で、双眼鏡、いつかポケモンと渡ってみるんだとか覗いてみましょう。双眼鏡を覗くと、つまりジムリーダーを辞めて天皇の一人になるとか、なんてこと、オーバーを倒すときかな。まあ頑張れば、まあ、いいですね。町のことも考えるよな。いや、町のこともそうだしさ、挑戦者のことも考えてくれるよな。なんで不在にしてんだよ、お昼休憩かっちゅう。あ、帰ってきた帰ってきた、まだいんのか、お前。あいつが何だ、少しでもしかして、じゃあバラエティティ状況は痛い、痛い、鼻毛神経奥義、一応見たことないけど、ラッと言いながらドンパッチって名前つけてたわ、そういえば俺ドンパッチいたな、そういえば。じゃあ、ちょっと改造することに、うわー、なんか物理的に殺す気満々だわな。だ、要はこれあれでしょ、俺の元にたどり着くことすらもできないような、あの挑戦者なんかいらねえよっていう話ですよね。じゃあ行きます。テラテラテテー。あなた、ジムリーダーのところにたどり着ける？大丈夫？ああ、ありがとう。バカにしやがって。この小娘、ユリエちゃんめ。その脇汗、アルコール除菌シートでフキフキしてやる。お前なんか触れなければ怖くなどないのです。プレス、モノヒロ、違ったわー。てっきりなんか、パッチテストされるのかと思って、静電気でビリビリに浴びせされるの、うわー意外と強い。ほっぺスリスリ電撃っす。ガチャッチャーチャ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 、いやーどうしよっかな、めんどくせえなことになったな。しかももっとめんどくせえことになったな。うひょー、チューができへん。そうなったら、そうなったらもうあれですよ、もうそんなお前、そんなま簡単にダメージなんか通させねえよ。一発目でいきなり
今昼かね、本当にやっちまったな。ああ、地面にあれだったね。まあ、ツバメ返しでいきましょう。先んじて。しかも、モノキロイだったら、これだったらダメージ食らわないもんね。オッケーオッケー。よし、オッケー。カチャカチャチャチャー。パーパーパー。歯車ぐるぐる、身ぐるぐる、合わせてゴロゴロ、もゴロゴロ。で、これ戦っていくにあたって、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ビッグピピピピピッシュです。ああ、そう、先にいらない巻き直しも使うか。ね、これだったらもうさっそくあれ戻った方が楽なんじゃねって思ったりもするけどさ。やってる。あ、違う、間違えた。これまだ右上進めねえ。その気持ちが奮い立たせる。松本さんですね。ミック。外人の方でした。チュッ。ああ、気持ち悪い。絶対こいつ将来ハゲるよ。ハゲることが分かってるから髪の毛あんな風な生やし方してんだよ。もうデコ広すぎだろお前。眉毛どこ行ったんだよ。威嚇したところでね。チャ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 。じゃあサイクピンス。こいつらなんだろう。自信からのかな。俺ポケモン行ったら大丈夫っすからみたいな。うん。じゃあ、アンコールはなしだぞい。うん。大丈夫。求めてないから安心して。これ一発目こうしとかなきゃいけない。爪。ブブブブブブ。ある。あ、違う。まさか。ああ、なるほど。で、左から行けと。こういうちょっとした、なんだろう、面白さがあっていいよね。うん。こういう、なんだろう、仕掛けみたいなものって、まあ、初代で言うと、夏目とかがそうだったよね。うん。ギミックというか。まあ、クイズ、カツラのカツラは本物か、ツラとかだって、うわぁ。うわぁ、めんどくせぇ。どうしようかな。ああ、よく見たら、これ、つま先立ちだったんだ。それは知らなかった。じゃあ、とりあえず、惑わせましょう。あれ、バリアの戦ったことなかったっけ？どうぞー。よっ、よっ、よっ、よっ。ポンペー、混乱して、いやー、マジカル社員、あれ？俺も同じ技、ちゃう、俺は違うわ。なんだったっけ？マジカル、同じ技だったわ。ゴリゴリに同じ技だった。そうすると、まあ、歩き、いや、ドンパッチかな。ドンパッチで噛み砕いちゃいましょう。パクッといっちゃいましょう。チャーリー、チャーパーパピ。下がれ、攻撃力。ただな、マジカルシャインってことは、あ、違う、なんで解けんのかよ。予想外です。よし。あ、違う、スパークじゃねえ、噛みつくーわ、いや。あれ、もしかしてあれ？もしかしてつま先立ちで体力消耗しすぎて攻撃力、じゃあ防御力が低いですみたいな、そういうオチなのかな。君は強い。なんかライバル的ポジションの言い回しをしてやがるな、こいつ。やるじゃん。いけたいけた。しかも帰り道も楽だわ。ありがとう。ピカチュウは無視しません。後ろからピカチュウのピカチュウをピッ、ピカチュウ！うわ、4、待って、4体ともピカチュウだったら何、辛いな。締まりか。なら、しかまるのお嫁さんは手まりだな。お寿司も手まりだな。締まりちゃんか。あれかな、千に、真実に、うわぁ。理科系の男。じゃあ、マジカル社員。キラーン。ピカ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 チュー。ピカチャ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 。ブカブカピン。さあ、続きましてですよね。まあ、たまにはフルダッチも出しとくか。だいたいなんか、俺の出番はいつだっつって、なんか、すれちゃいそう。ほら、今。ねえ、ぴょんってならないじゃん。子供、これ完全にすねてるよね。沈め、ピカチュウ。やったね。相手のピカチュウは倒れたぞ。ぴょんぴょん。喜ぼうぜ。811。
なんかまあまあくれるなっていう印象を持ってしまった。どうしよう、武豊。うん、まあ結局こいつなんだよな。まあいっか、もうどうせ戦うスペースもないだろう。だから戦うあれもないだろうから、とりあえず地震、雷、火事、親父。あ、でもこれ噛み砕くでも殺せたかもしんねえな。最後ピカチュウだったら噛み砕いてみるか。ピカチュウの尻尾と胴体をちぎってみよう。ちょ、九州に当たっちゃった。あー、じゃあますます噛み砕くもんだけど。だな、ハートくれた。最後ピカチュウですよね。せめてライチュウとか出してくれたら面白いのかもしれないですけど。じゃあ噛み砕いてみましょう。美味しくいただきまーす。あむあむ、オッケー、これでよかったな。ちゃ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 、ピピ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 。何にもうまいことかかってないけど。でライチュウって確かさ、ギャラドスよりもめっちゃ経験値くれるんじゃなかったっけ。それは期待。いやー、出たー、襲撃。直接触れちゃうとやられちゃうやつですな。ライチュウってさ、素早さが高いんだよね、確かね。よーし、ってことはこれあれか、特防は低いのかな。まあ確かにね、あのモモピーの特攻が高すぎる件はあるけど。マイク、眉毛完全にこれあれだな、あの剃ってるというよりはなんか抜いてるって感じがするな。これなんかくる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 一周回るやつじゃなかったっけ。ですよねー、ですよねー。くる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 、戻れません。チャラチャラチャ、さあ来たぞ。エアオイチョロイナ、足がしびれてるんだって。正座のしすぎかもしれないな。さあ戦おうじゃないか。その可愛らしいお尻にモンスターボールを詰めてやる。あれ、電気タイプとは。もう一物の不安があるわ。なあ、春から女子大生一物の不安しかないの。ギャリさんにでも入る。じゃあまあ、あの効果ありということなので、マジカルシャンあるぞ。これ特防特攻、あ、違う、特防特と防御両方とも低いんだったっけ、ユンゲラーって。それが素早さと特攻がめちゃめちゃ高いっていう、そんなあれだった気がするんだけど。ライチュウ、じゃあライチュウはギンギンに行きましょう。ギンギンにフルダチンに行きましょう。ねえ、もう容赦なく自信でドッスドッスに行こう。じゃあじゃあ、よし、じゃあ自信。いや、100の100って最強だよね。多分ね、あなたね、電光石火しなくても、あなたの素早さだったら俺より速いと思う。安心して。しかし、やります。オッケー。チャーチャー、ピピ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 いつも。ひとーつー、こんにちは。ジムをこんな風にしたぜ。おかげで俺はジムから出られなくなったぜ。迷惑だぜ。ケイリーだぜ。オールドマンだぜ。あれ、ゲイリーオールドマンだっけ、ブラックさん。ハリーポッターの名付けの親。違った。違ったら、ごめん。素直に謝るしかないです。あの左足が腹立つわ。膝折れろ。よし、じゃあ最後ピネス。いやー、ドレインキスでもいいんだけどね。チュッチュしてもいいのかもしれないけどさ。オッケー。今日もオレンジのプロテインが美味しい。ベルビーデルビーデルアゲネノ。どうしよう、急に雷とか落としてきたら。もう何が何でも全部の技を覚えようとする万能ビーダルだからな。破壊光線とかさ、ギガインパクトだけじゃなくてさ、なんかもう雷とかさ、もうあの吹雪とかさ、あの、なんだっけ、もうなんだろう、炎まで出てくるかもしれないよね。よし、じゃあ一発ずつに、ということで効果は次、インファイト
ダダ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 ああ、いけた。でね、これね、いけねんじゃねえかと思ったけど、下くぐれるんすよ、実は。実は下くぐれるんすよ。知らなかったでしょ、みんな。あれ？わからなくなっちゃった。ここにずっといたら、なんか、痺れて死にそう。なんだ。はい、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 はい。バカがバカが露呈してる。もともとそうなんだけどさ、こう行って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 、ここに行きたいんだけど行けないの。あ、行けた行けた行けた。よいしょ。どうせ全員と戦わなきゃいけないんだよ。やるよ。僕を倒せるわけないからね。ごめん、眼中にないわ。ショウか。だな、昔野球部にショウがってやってた。じゃあ、なんかやったのかな。でも、ぷいぷい。とりあえず、混乱しといて。で、どうしよう。あれ、これ、鋼地面だっけ。地面ってちょっとめんどくさいな。どうなんだろう。どうしよう、どうしよう。あ、とりあえず、うわ、かっこいいな。やっぱ、こう、あ、なんか、どっちの技をするにしろ、その俺に対する防御力したいってところなの。あー、いや、じゃあ出番ないし、でこい。あー、ああ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 ありがとう。しかも9勝ってことは、2倍×2倍×1.5倍は6倍。チャレオン、チャレチャレムンムーチャレムンムー、アルギニヌンヌンアルギニヌン、興奮するだろ。チュイーおいチャッパピーン。しゃあない。じゃあたまにはちょっと違う技でも出して。あ、でもそっか、飛び膝切りされたらたまったもんじゃねえのか。じゃあもうこっちでいい。一刀両断、あちょー、終わりです。チャーレムです。ちょうどいい時間になってきたね。じゃあこの辺りで一旦終了するわけないから安心してくださいよ。このタイミングで切ったとしたら相当問題ありだからね。お前目の前でお前寸止めプレイ大好きかよって。もしくは放置プレイだよね。放置プレイってなんかねえ、ホーチミンみたいな。あ、あれ、ちょっちまってね、ちまってね。こうして、こうしていけない。ぬぬぬぬぬぬぬ、こうしてチャラチャーチャラチャー、半分。あ、でもう一回やっ、こうなったっけ。で、いけなくなってるしさ。ちょっちょっちょっと待って、冬んで、それで右側行けなくなったらどうしよう。あれ、こんなんだったっけ。あ、そうなってますよね。そうなってますよね。あれ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 、ちょっと待って、ちょっと待って。冬冬、これを1回、あれでも2回しなきゃいけないの。こっち行って、ホイットニーヒューストンして、これだ、下飛び込んだらとんでもないことになるもんね。こっち行こうと思ったら、
もう残念胸、ね、また今週になってるっていう状態だから、えあれちょっと待って、リアルに分かんなくなっちゃった。そうだよ、これだってこうくる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 、この状態にしたらいけたりする。ああ、そういうことか。あ、よかった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 。もうバカが露呈するところだった。危ない場もう露呈してるけど、さて挑戦者、たまに私と戦えるトレーナーいるんだけど、みんなつまんないのよ、手答えないのよ。私チームリーダーのデンジ、信用で一番のジムリーダーなんだけど、まあそんなことはどうでもいいのよ。私にポケモン勝負の楽しさを思い出させてくれるとええな。来てちょうだい。お前一番イケメンのジムリーダーなのさ、おかまにしてごめん。多様性が求められる時代だから。どっかのあのギャルみたいに甘いの。あの多様性という言葉は信じませんみたいなこと言うけど、ああ、私と比べたらなんか多様性って認められてんじゃないの？そしたら多分ね、なんかその趣味嗜好とかっていうよりはなんか年代的な話。個人的ね。はーい、死逃げてくし、こいつどこ行くんだ？出てきたやつ殺されるぞ。大丈夫か？大丈夫かな。エテボース。ん？ちょ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 。オッケー、さよなら。まあそうなるよね。まあ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 、まあ、そうなるよね。ライチュー。じゃあもうあれ、ちょこれだ、これだちにする。これだちにしかない。さあ果たして最強のジムリーダー一体どうなるんでしょう。ちゃかこんだけ電気のさステージなんだから、なんかこうちょっと自分のそのポケモンたちになんか有利なこうねやつをやってくれたらいいのにな。はい、じわ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 。あー、こいつやっぱり対策してやがるな。お上手。ちょっと波乗り覚えるんだっていうね。あの感染するんじゃないかと思うけど、あー、さすがに無理か。やっぱり2×1.5、 3倍のダメージを、しかも威力100の技で食らうにはちょっときつかったのかもしれないね。いやー、経験値っすねー。ちょっとドンバッチ。多くの方がご存知の通り、魚からなぜかタコになりました。鉄砲王の正体はこの人です。おまわりさん、こいつを捕まえてください。うーん、まあシンプルにいこうか。てかめっちゃ悩んでるし、てかいいおっさんだろおめえも。多分30代前半から後半、まあ、40になってないくらいのおっさんのはずなのにさ、チェーンとか痛々しいぜこいつ。さすがに俺も32になってるからさ、チェーンはやらん。チェーンは、うん、ちょっとそのゴツめの指輪とかしてみようかな。金持ち気取って指輪でもしてみようかなって思ったりするけど、おかげさまで会社のボーナスとかさ、この YouTube とかさ、その他にもちょっと副業いくつかとか投資やってったおかげで年収がちょっとね、 ありがたいことにこぼっし、いやもう去年から今年にかけて上がったんで、まあ、ちょっとエセ金持ちでもやってみようかなと思ったりするんだけど。あぶねー、お前怖え技覚えてんな。電気タイプ怖って今疑ったわ。おかげさまで、はい、さよなら、お疲れ様でございます。ということで無事バジバジもう肝心なことを喋ろうとするタイミングで必ず私噛み殺すんですよね、本当に。まあ、いったわよ。君の気持ち、ポケモンの人は向きさん。戦ってるだけでお胸がバックンバックになるわ。とてもいい勝負だったわよ。バッチの代わりに、やばい、狂った狂った。ふっふっふっ。久々に楽しいポケモン勝負だった。そして、これからもポケモンが君がどんな戦い方するのかすごい楽しみ。8個目のバッジあなたにもあげ、ベーコン様だ。ドゥ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 ド
ちなみにあのディーコンのインパクト強すぎるけど、あの俳優さんあれなんですよ、あのウォーターワールドの主人公、じゃあ、ね、ウォーターワールドのディーコン様の役もやってるから。知らなかったでしょう。というわけで、一旦ですねここで区切らせていただきまして、次回、ポケモンリーグに挑んでいこうかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとあのレベルを上げるのか、まあ、あでもそうかな、いや一旦チャンピオンロード抜けるところまで頑張ってやっていこうかなと思いますんで、まあ、その道中というところで大きくその見応えがあるところがあるわけではないんですけれども、まあ、そのやっぱりね、プロセスも好きですよっていう方、チャンネル登録ボタン、グッドボタンも押して、ぜひご覧いただけたら幸いです。また次回ファイルでお会いしましょう。おっちゃんでした。さよなら、バイバイ。